皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。今回もトレーニング種目の解説していきたいと思います。お腹周りの筋肉のトレーニングでありますレッグレイズについて紹介していきたいと思います。まずこういうシートに対して仰向けで握れるところがあれば、このシートが必ず必要というわけではなくて、床等でもできます。ここから足を上げてよいしょ、ここから下ろす動作としてはこんな感じ。ポイントです。今私がやったようにやっていただくとかなりその強度としては高くなります。動作がまだ不慣れな方であれば、足を伸ばさずとも、例えばこういう感じで膝を曲げた状態で動作を行うだけでも十分刺激を与えることができるかなと思います。逆にある程度の強度が大丈夫という方に対しては、ここからお尻をなるべく引かないように動作を行っていただくと強度が高まります。そういう方法で強度を上げていただくといいかと思います。この種目はどうしてもその腰に負担がかかりやすい種目と言われてますので、例えば腰に痛みがあるような方であったり、ちょっと腰が弱いなという方はあまりおすすめはできません。強度を少し下げるなどしてちょっとずつチャレンジをしていただくのがおすすめです。ポイントなんですが、上げ下げの動作にはなるんですが、足を上げるときよりもやはりその足を下げるとき、屈直筋に対してエキセントリックな刺激を与えるネガティブの動作、ここをとにかく意識をしてください。そこの意識が弱まると腰にも負担が強くなったり、そういったことが起きますので、下ろすときゆっくりというところを丁寧に行うということはぜひ忘れないでおいてください。今回はレッグレイズについて解説をしていきました。ジムのようにシットアップベンチがある場合こういう形でできますし、ご自宅でやる場合は何か掴めるものがあったりとか、あとはそのご協力をしていただける方がいるのであれば、立ってもらって足を掴んでということも可能になりますので、そういう形でチャレンジをしていただければなと思います。ちょっとね、床で直にやるとより腰を痛めやすくなりますので、マット薄くなり布団薄くなりでチャレンジをしてみてください。トレーニング解説は以上となります。ありがとうございます。